今ない〇〇を妄想する。妄想する。M8 ショータイム。はい。ショータイム。ショータイム。ですね。前の動画で、みんな幸せに向かってるんですよ、っていうような感じになったんですよね。で、確かにそうなんですよ。いいこと言ったって終わった、覚えてらっしゃいます？なんとなく。で、あれから僕帰って、まあ、同時並行的に、船を編むっていう辞書編纂のアニメを見てたんですけど、そこでその人は迷った時に言葉に頼ると、で辞書が必要なのはその言葉に迷った時にそれを正しく伝えて人をこの大海原にね、うまく進めるように導くのが辞書なんだ、素晴らしいと思って、じゃあ僕幸せってどういう意味だろうと思ってですね、辞書引いたら調べた広辞苑第5版で調べてみました、ちょっと末期症状ですよね幸せを求めるちょっと末期症状に近いんですけど、幸せを調べてみるとね、漢字のなんか皆さんが思い浮かべる土書いてるやつあるじゃないですか、幸じゃなかったんです、幸せってこれだったんですよ、辞書に載ってるのが死を合わせると、で一番初めに書いてあったのが巡り合わせ、機会、天運、あれ違うぞと、で2番目に載ってたのが成り行き始末、って書いてあって、で3番目に小さく幸福、小さく幸福3番目です、幸福、幸運、幸い、ちょっと待てとなんか違うぞと、そもそも幸せの定義が違うと思って、で定義で見ると死を合わせる、で機会、なんか運に近かったんですよね、あれなんか違うと思って、じゃあ幸福って何だろう、で幸福を調べたんですよ、で幸福を調べると心が満ち足りていること、またその様幸せって出てきてです、なんかよりもやっとしたんですね、心が満たされる、心が満たされるって何まあでも僕の中の幸せはそっちですよね、心が満たされる心が満たされるって何だろう、そこが難しいですよね。でまた同時並行的に僕はそのエニアグラムっていう本を読んでいて、でそのエニアグラムって中で書かれていたのが、まあそれぞれ人ってタイプが違うから、タイプが違うから、そのいろんな動画でね、その幸せになる方法はみたいな話をしているのは、その話している人の幸せのなり方であって、いやその人の幸せのなり方、楽しいこととかが、僕が全く楽しいと思わなかったら、この方法を試したところで僕は幸せになれない、から自分を探そうみたいな、自分の気質は何か、気質は何かみたいなことを探っていきましょう、探求しましょうみたいなことなんですよね。だと、あ、教科書がないじゃんと。教科書ないですよ。大海原に出て言葉を調べたところで僕には教科書がなかったんです。で体調大変ですと思って僕はどっちに行けばいいんですかって迷ってしまったんです。より海を前に迷ってしまったんです、でこれは大変だと思って、幸せだから心が満ち足りるかどうかですよね。そうするとなんか物質的な方向に流れていきませんかと。そうするとなんか秒速1秒で稼ぐみたいな話で、稼いで幸せに思えれば幸せだと思うんですよ。要はなんか自分が本当に何を求めてるかみたいな、お金稼いで病む人いっぱいいるじゃないですか。何なんですかねあれは、だから自分の幸せはそこじゃない。お金を稼げば幸せになれると思ったけど、お金を稼いでも幸せになれなかった。でね、でもちょっとまた聞いてくださいよ、はい、で、ある日ね、うちの会社の社長と2人でちょっとお客さんのところに行く機会があって、まあいろいろ喋っていく中で、ね、その社長が
まあ、僕も幸せがこんなふうなんかその家族と一緒にいて、うんうん、いるときはなんか今そこでバーンって世界がなくなっても、うん、まあ、幸せな人生だったなって思えるみたいな話をしたんです、ね、うん、あ、そしたら社長もあ分かる分かると、うん、俺もなんかその家族3人でなんかその魚とね、うん、ご飯とね、うん、お味噌汁を食べてると、うん、あ、幸せってそういうことって思ったって言ったんですよ、うん、でもなんかねその幸せとね、うん、その何千万稼いでますっていう、うん、社長の幸せと、うん、そのサラリーマンた、もう一般サラリーマンの僕のその家族といて幸せと思いました、うん、なんか表層的にはね、うん、同じなんですよ、うん、家族と一緒にいて幸せだった、うん、いやでもなんか違うと思って、あ、で幸せって何だろうっていうのを今日考えたいなと思ったんですね、うん、で幸せって何だろうって考えようと思って、うん、僕はそのいらんこの辞書を引いてね、うん、幸せの意味がとか、あ、違う違う、エニアグラムの中に答えがある、うん、いや、なんか性格によって違うって言われたと思って、うん、で今度はなんか哲学、また幸せって哲学だと思うんですよねあ、で、そうなんですでね、またなんか同時並行的に話がなんか流れるんですけど、うん、なんかよく AI が AI だって今 言ってるじゃないですか、うん、で、AI に変わるとどうなるかで、なんかある本ではね、うん、その AI が全部仕事をする、うん、で人は、うん、その時どうするかって当に書いてなかったんですけど、うん、今やってる仕事はほとんど AI に変わるってことが書いてあった時に、うん、僕の中で想像でね、うん、なんか昔あのギリシャで哲学者たちがいた時代、うん、でなんかその市民が働いて、うん、その働いてる上で哲学者たちは優雅にものを考えてたわけですよ、うん、あ、僕そうなるんだと、人間は考えるのが仕事になるっていうのを思って、うん、だからまあ仕事じゃないかもしれないかなとは思うんですけどね。なるほど、わかります。仕事っていうのは AI がします、うん、なるほど、と AI が作ってくれた上で人間たちが暮らしてて、人間はやることないからひたすら考えてるっていうのが、あ、で僕はそっちを仕事って言っちゃったんですけど、あ、僕はそうなると思って、うん、哲学を勉強しよう、うん、で、あの、なんか簡単なのないかなと、うん、で、春日井図書館ってですね、うん、哲学の方を借りて、うん、で、いろいろ読んでたんですけど、うん、じゃあその哲学の定義付けをじゃあまずここでしたいんですけども、うん、ジル・ドゥルーズっていう人が哲学を定義したらしいんですよ、うん、あの立川談志がね、うん、落語を人間の業の皇帝であるって定義したように、うん、この人は哲学を定義しました、うん、でこの人の定義したところで言うと、哲学とは新しい概念を作り出すことであると、うんうん、でその概念って何だって言うと、物の見方、物の考え方であるっていうのが書いてあるんです。でこれなんか僕が今日まとめたかった話に今修練させようとしてるんですけど、はいはい、その僕の好きな芸人で、うん、マキタスポーツさんっていう人がいるんですけど、うん、それとかあの、サンキュー達夫っていう人と、プチカシマっていう人と、うん、なんかそのやたらそのなんか10分トンネルとかって聞いたことないです。ありますあります。それマキタスポーツって人が考えたんです。要は新しい概念なんです、うんうん、10分おいしい。おいしい。新しい見方が文化になる、うん、でそのまさしく哲学っていうのはこれなんです。でも新しい見方が哲学になるらしいんですよ、うんうん、であのこの話してるのは哲学ですよ。そうなんですよね。そうなんっていうのに今日僕落とそうとしたんですよ。僕たちがこれやってることって新しい哲学を考えようと今必死にしてるんですよ、うん、なんか新しい哲学を作ろうとは思ってないけど、うん、これが自然とそうなっていくのかなみたいな。もうあなたと話してると本当面白い。で、僕は今日そこに落ち着かせようとしてたんですけど、で、フロイトっているじゃない。はいはい、あれ医者なんです、うん。医者なんですけど、あの人哲学者でもあるんです。うん、それはなぜかっていうと、人には 90% ぐらいの潜在意識があるって初めに言った人なんです。はいはい。まあ有名な話ですよね、うん。ないかもしれないじゃないですか、そんなの。潜在意識すらない。ない。
いや、そんなん、じゃあ出せよ。選択肢出せよ。っていう話じゃないですか。でも別にないんだけど、あーってみんながそこで思ったわけですよね。あるある潜在意識。だから、まあ僕はよく潜在意識の話をしてる、はい、場面は多くて、はい、まあそういう心理学とか、はい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 、話を聞いてると、はい、なんか無意識ですよね。無意識。潜在意識。無意識。でもないものはあるって言ってるんですよね。うん、でもなんか変な話じゃないですか。無意識なんですよ。うん、ないんですよ、それ。なんか仏教みたいな話ですけどね。そう、なんかよくこう出てくる例っていうのは、人間歩くときに右足出して左足出してって考えてますかっていう。そう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 。で、そこは無意識だから、無意識っていうものがあって、そう。それはあそこに進もうと思ったら、自然と。でも無意識なのか、いやなんか習慣、なんかこの哲学の本に習慣っていうのも出てくるんです。で、習慣っていうのは、このまたジル・ドゥルーズって人が定義してるんですけど、日々の繰り返しから違いを無視したものを習慣という。だから子供の頃は新しいものばっかだから、その日々珍しくて、新しいものをどんどん学習して、でも一日終わるともう疲れ切ってコテンで寝ちゃうみたいな。でも人ってな、大人になるとどんどん習慣でそれがこなせるようになるから、それは無意識じゃなくて、こういった習慣って言っていて、だからその最後に自分の脳を疲れさせるためにブルーライト浴びるみたいな、そこまでやっても全然余裕みたいな。なんかあれですよね、その捉え方の違いというか、それを潜在意識と呼ぶか習慣と呼ぶかみたいな。そう。だからその車の運転っていう時に最初こうやる時、まあ、自転車でもいいと思うんですけど、自転車を最初初めて練習した時ってすっごい転ばないようにとか、そう、でも下見て下見て、下見て、いや遠く見て遠く見てみたいなっていう、こうあ、なんかバランスを取らなきゃみたいな感じだと、乗れるようになっちゃうと何にも意識しないじゃないですか、はいはい、っていうのはこう無意識、それが潜在意識に入っていくからそれができるようになる。体が自動的に、まあ、脳が、まあ、よく出てくる心理学の話で言うと、いつもいつもそれを意識してたら脳が疲れてしまう、はいはいはい、からこう無意識のところにこうその仕組みを作って、自動的に体を自動的に動かせるようにこう脳が作られていくみたいな、はい、でもその中でも、うん、でも日々それで過ごしちゃうとつまらないじゃないですか、うん、だからそのなんか新しい見方をね、うん、そこにどっかないかなって見ようとすると哲学が生まれるのかなと。で、僕の今日のこの落ち着かせどころとしては、はいはい、僕幸せがないないって探してたけど、多分探してるのが楽しいのかな、うん、ない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 じゃなくて、うん、ないっていうのを楽しめばいいんだっていう。だからその日々なんかその10分どん兵衛じゃないですけど、その日々のね習慣からなんかその習慣の中に潜む何か面白いもの、うんうん、僕いつも哲学をこう考えてて哲学的ないなって思うんですよね。っていうのをなんかね、その哲学を見ようと思ってこの動画を見ようとすると、あのひろゆきさん、ひろゆきさんのそのサムネで哲学っていらないよねって、そう、人の考え方だよねそれって。そう、僕好きだからよく考えるんですよ。人の考え方だよねで論破されてたんですよ、一言で。そう、でも思うんですよね、考えて考えて考えたあげく、なんかこう考えてるの意味ねえなって思うんですよ。でもなんかその今で僕はこの幸せになるためにいろんなことを考えるのが幸せなんですよって言ったんですけど、これ多分答えが出たらね、これあのサロンですよ。答え出なくても、出なくてもサロン、出なくても別に答えなんかない、ないと思う。幸せ、みんな幸せになろうと思って頑張ってると思うんですよ。はいはい、うん、幸せになろうと思って頑張ってるけど、幸せってものはそもそもないんですよ。で、僕は初めにこの書いたんですけども、あのもしかしたら幸せっていうのはポジションなんじゃないかと、うん、
どうこのポジションポジションを見つける、うん、要はあのっていうのはなんかあの昔江戸時代の頃って、うん、あの前の動画でも、うん、要は江戸時代の頃ってみんな結婚するときに、うん、もうなんか決められもう勝手に決められちゃうと、この人とこの人結婚しなさいと、うん、で昭和のちょっと前の時代でも、うん、もうお見合い結婚もね年頃なんだからさと、うん、なんかそれって結構嫌でもあるんだけども、うん、なんか考えなくていいっていうメリットもあるんですよね、うん、でも急になんかこの恋愛結婚だとかな、インターネットが入ってくるとね、うん、職業自由だとかね、うん、この仕事いいよこれいいよこれいいよってなんか急にバッて選択肢がわーって広がると、うん、え悩みますよね悩みが増えるんですよ、うん、それなんかありましたね言葉が心理学で。あ、そうなんですか。そう悩みが急に増えたんですよ、うん、なんかで、ね、米田とか行っても、うん、あの月がそこしかないと入って座るんですけど、うん、どうぞご自由にどうぞって言われると、うん、どこ座ろうってなりますよね、うん、だから逆になんか幸せっていうのは巡り合わせなんだなっていうのは、うん、今この辞書の意味がね、昨日の夜は何を言ってんだこいつはって思ったんですよ。幸せ、なんか文字の意味が結構わかんないですよね。そう、君わかんないけど、この死っていうのは何なんですか。でまたね、死を調べたんです、はいはい、死を調べたんですけども、死を調べたんですけども、死調べてね、あ、結局死観とか、死観、要はあの、観、いや食の名前、うん、要は食を示すもの、そう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 、その死観、そう、うん、でやっぱりまあ侍っていう意味もありますよね、うん、あれ一文字で、うん、だから結局まあそういうなんていうんだろう、位置のこと、うん、だったんですよ。って考えると、さっきなんかこの前に話してたなんかポジションなんですよみたいな話が出た時に、ああそっかって幸せの視野はポジションなんだって、いる場所、いる場所で、いる場所が合うことが幸せで、今急にセレンディピティなんですかね、どうこのやだこの流れやだ、なんか答えがない話を一生懸命考えてる。そうですね、なんかポジションなんて結局誰も決めてくれないんですから、ね、本当にこのポジションかどうかもう答えはない。ああ、ない、もちろん今僕の中で、うん、だから中にはそのポジションの人もいる、な人もいるかもしれない。そうそう、なるほど、まあ、それ自体はポジションって言えばポジションなんですけどねあの、まあ、いる場所というか、はい、自分の心の持ち方みたいな。だからなんかよくお金がなくても幸せみたいな、貧乏でも幸せみたいな、この家族仲良く暮らしてれば貧乏でも幸せみたいなっていう考え方を持っていれば幸せだと思うんですよ。本当にそう思ってるなら、ね、本当にそう思ってるなら。で、ただこう、いやお金がないと不安っていうのはつきまとうじゃないですか。つきまとう、つきまとうじゃないですか、うん、僕は、ね、本当にこの先今の収入でこの家族養っていけるのだろうか、うん、病気になったらどうする、この金で貯金こんだけしかないしとか、そうそう、僕が死んだらみんな大丈夫なんだろうかとか、っていう不安は同時に来るけど、それでも例えばなんかサラリーマンだとそういう不安はどうしても消えない部分があるかなとは思うんですけど、自給自足レベルの人たち、あそこまでお金がないけど、うん、食い物は自分たち、そうなると強いですよね。強いですよ、うん、そういう人たちは本当になんか自由にどっか遊びに行ったりとか欲しいもの買えないけど、安定安心、まあ天才とかあるかもしれないですけどね、うん、絶対ゼロにはできないと思うんですけど、これで幸せだよねって思えるかもしれないあ、でもそうすると本当僕の中ではポジションになっていくなっていう、そうそう、で、なのでその心のポジション急に綺麗に急に綺麗に、そう、自分の心がどこにこう、あ、そっか、ごめんなさい今バカにしたけど、心って言われると確かに俺ポジションねえやって今思いました。
ないからこう不安になったりとかなるんじゃないかなって思うんですよね。僕心に落ちてます、うん、なんか急にそうですね。心のポジションって言われると自分はなんかどこかに自分が安心なポジションを見つけてそこにはまれば俺幸せって思ってたんですけど、それって心じゃないですもんね。心じゃないです。なんかこれ今急にエニアグラムっぽい話になりましたね。なんかそう、こう、うん、だからエニアグラムでいくと健全度があるじゃないですか。エニアグラムで言うとありますね。で健全度が上がれば上がるほど、まあ、悟りを開く的な感じなんですね。僕ちょっと今そう見えてますけどね。僕は開いてないですよ全然。僕と同じように迷ってますか。迷ってますよ。でその迷い方が多分タイプによって違うみたいなところだけど、で、まあ、でもどのタイプであっても健全度が高くなるとタイプの特徴がなくなってくる。だから仙人神になってくるんですよ。丸くなるんですか。丸くなるんですよ。要はエニアグラム自分が貸してるっていうところを埋めようと一生懸命頑張って、はい、欠けた部分が人間あって生まれてくる。だから不安っていうところなんですね。僕はそうそう。でその不安を埋めるためになんか一生懸命頑張ってるみたいな、一生懸命不安、まあ頑張ってるっていうとしか、あ、でも自動反応的に不安を埋めるために行動してるって言った方がいいかもしれない。あ、今のこの動画もね、この動画もだし、まあ普段の行動も不安っていうのが欠けてる部分で、その不安を埋めようと日々の行動が全てそういうふうになってってる。だって健全度が上がると不安を感じなくなってくる、欠けてる部分がだんだん埋まってくるみたいな感じなんで、悟りを開くっていうレベルなんですよね。僕もこのエニアグラムについては、うん、どうやってうまく話せるかなっていうのは、うん、対象にぶつけると思ってたんです、うん、いやこれがね実に面白いと思ってるんですけど、面白いですよね、この説明しようとするとね、うん、なんか1ってどうなの、2ってどうなの、あ、1から9までタイプがあってみたいな、うん、このでも今のさっき言ってた、うん、人には欠けた部分があって、うん、その多分旧タイプで欠けた部分が多分違うみたいなことですよね。そうそうそう、どこが欠けてるのかでタイプが決まってるみたいなっていうことから話をすると、うん、なんかエニアグラムも今うまく伝わるのかなってちょこっとだけ思いました。何も準備しないで、ね、何もまあこれはどこかの動画でねとは思ってるんですけど、でもあ、そうか、でも哲学は意味がないっていうのは意味がない。自分の中では結局人の意見だ、人の意見と、いや哲学って答えがない。あ、でも多分考えるのが答え、考えましょうねが答えだ。考えましょうねっていうのが答えで、それすらはまあ答えがない。考えたところでっていうのはある。幸せってなんだろうって、こういうことかなっていう答えになってない答えが生まれるわけです。それが正しいかどうかもわからない答えが出る。 AI はなんかそれを導いてくれるんですかね。 AI は違います。導いてくれないんだ。 AI は最適解を導いてくれる、あ、僕例えば僕ダイエットしたい、ダイエットしたいんだけど何食べたらいいのか、ダイエットするならこれがいいですよ。あ、それは、うん、僕にとっての最適じゃなくて、うん、みんなのディープラーニングの答え、まあみんなのディープラーニングの中で最適化される、個人に最適化してる可能性はありますよね。あ、こういう体型でこういう生活習慣の人でっていう、あ、なるほど、まあ、ビッグデータをどんだけ解析するかなんで、その結果あなたはこういう食生活をすれば月に何キロ痩せますよっていう答えを導いてくれるものですよ。だから幸せになりたいんだけどどうしたらいいって AI に聞いたら、幸せの概念を教えてください。幸せを合わせることです。それってどういう意味ですかっていう、人間側は答えを持ってないじゃないですか、うん、幸せって人それぞれだよねっていう言われたら迷う、急に迷う、なんかエラーですか、言うんですよ。あなたはどのタイプですかって言われたりするんですよ。
概念ね。概念。物の見方、概念は物の見方です。だから AI は単純にビッグデータを解析して、答えがあるものを導いてくれる。で、哲学なんて答えがないんですよ。その時代によっても変わったりするもんじゃないですか。変わりますよね。変わるじゃないですか、うん、そうそう。だから生き物を殺しちゃいけないとか言って、っていうのも人間の概念じゃないですか。もちろん。動物、ライオンなんてそんなこと思ってないですよね。うん、まあ、やつはそれが仕事ですからね。そうそう。あ、仕事じゃない。仕事じゃない。食べなきゃ生きていけないですよね。それも人間が考えたルールというか概念ですよね。かわいそうって思うのも、かわいそうっていうのも概念ですよね。インパラさんかわいそうって思うのは、うん、魚食べて魚かわいそうって思います、食べながら食べながらもう矛盾ですね、これは思わないですよね、うん、だから矛盾なんですよ。いただきますって、もうせめて感謝して食べるしかないですよねそうだけどだろうなとか思いながら食べたら美味しくないじゃないですかだとするともしか今日、うん、いつもなんかミッションコンプリートとかあんまりミッションクリアって言って終わるんですけど、うん、この幸せについて語りますだとすると答えがない、答えがないっていうのが答えないなくないですか、うん、でもまあ僕の中ではなんかポジションを合わせよう、うん、が答えだって思ったのは僕の答え、うん、だけど、うん、でそれがそういった思ったと思っても合ってるかどうか分かんない、うん、分かんない、急に不安にさせますね。哲学ってまあなんかそういう感じじゃないですか、うん、そうです、もうなんか合ってるかどうか分かんないけど、まあ、信じて進むしかないそう進むしかないみたいな部分じゃないですか、はい、それはまあなんか結局考えても考えなくても一緒じゃないですか。でもあそう考えても考えなくても一緒じゃんって言われるとそうなんですけど、そうするとなんか不安だけがもたげるんですよね。うん、考えてない僕ってダメじゃんって。なんでダメなんですか。考えてないとダメっていう概念ですよね。だってでも、うん、考えてないと進めないんですよね。多分備えられない。何に未来に起こるであろう何かに何かに、うん、みんなあれですかね、だからダメなんですか。ダメかって言われると全然帰って飯は食って幸せだなって思ったりしますけど、でなんとなくまあ思うのが、どんな世界になっても人間生きていくんですよ。あ、じゃあ一個質問ですか、答え出ないかもしれないよくまあエニアグラムに関わらず、うん、まあ、瞑想とかいろんなところでもそうですけど、うん、今ここを大切にしましょうってよく言われるんですよ。で確かにさっき話したね、うん、その社長が飯あの家族でご飯魚食べて幸せだった、うん、いや僕もそれ思うけど違うじゃんって思ったんですけど、うん、今ここっていうのを見るとそれで幸せなんですよね。そうだからそこで幸せ今ここで思えないのは誰かと比較してるからですねああ、なるほど。だからもしその社長がそういった人たちがバンと世の中にいなかったら、その本当に幸せかもしれないですよ。こんな美味しいご飯が食べれて、そうです、ね、あいつもっといいもの食ってるって思うからって貯金がとか貯金がとか家がローンがとか、そうだから世の中の人がいいんですかね、あ、金持ちがこう世の中にバーンといなくなったら、今ここってそういうことなんですかね。なんかちょっとだけ今ここの尻尾が見えてるような気がしました。今ここっていうのはいや、だからその今ここを大切にしましょうっていう感覚、うん、だからなんかよく幸せが何かみたいなことを話してる人、うん、はいはい、ああいうなんかもう哲学者とか心理学者とかっていう人たちが話してる人、はい、でも幸せっても自分だと、自分の心の在り方次第、他人は関係ないみたいなことを言うんですよ、うん、もう自己承認欲求とかダメだ、うん、言いますねって言うんですよね。で人と比較するから自分がいつまでたっても幸せになれない、うん、みたいなところじゃないですか。例えば将来お金が
いるなくて不安、あ、将来に向けて貯金がないから不安って思ったら貯金を貯めたらいいだけの話だけど、あの人貯金何千万あるとか言って聞くから急に不安になって聞かなければ、じゃあでもね、うん、言うんですよブログとかが、うん、あの老後ね65歳でね、うん、7000万いると、うん、そうするとね、トヨタさんはね、うん、トヨタさんでさえ、うん、うちはもうその終身雇用無理です、うんうん、言いやがったんですよ、うん、ええー、じゃないですか、うん、トヨタさんがそうなのって、うん、でもね、なんかね、人はどんどん寿命が伸びていくじゃないですか、うん、でそうするとなんか、ね、老後は7000万いるとかって、まあ、今年はやるか言われるとね、7000万俺今100万ねえよみたいなところで言うと、やばいやばい、足りない足りないってなるんです、うん、不安になりません？不安になりますよ。なる、まあ僕はそんなにないあるから、あるからじゃないですよ、働いたらいいですよ。そう、でも働いたっても働いたらいいんですよ。仕事はあるかなとか、仕事をAI によってですか？そう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 、もう AI 開発しようよと思いますね。あ、人が働かなくてもいいよ、いいような AI、 AI なんちゅう、その僕 AI 兄さんついてきますよそのでも人間がも目指してるとかそこなんですよね。人間から仕事を奪ってやろうと思って AI を作ってるんじゃなくて、人間がどんだけ人間働かなくてもいいような世界にするために AI を、その絵、あの鶴田 AI 世界だったら、ね、社長 AI 世界だったら全然いいんですけど、なんか語られる AI の世界って結構奪うみたいな書かれ方なんですよね。そのあの、まあ、それを考えてる人たちが AI について考えてないからなんですよね。あの AI が人間を超えるでなってるんで、 AI が人間を超えた時にどうなるかっていうのを想像してるだけで、はい、その段階でどういう AI を作ろうっていう設計があるわけじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、人間を、まあ、よくあるのはこう人間を滅ぼすみたいな、AI が人間を滅ぼす、ターミネーターですね、ターミネーターの世界、はい、みたいなのを想像する人が多い。まあそれ映画とかの影響もあるかもしれないですけど、はい、面白いですけどね、映画はでもそこ、まあ、AI 対人間みたいな、いや面白い、面白いじゃないですか。でそういう、まあ、イメージもあってなのか、まあ、そういうことを考える人が多いけど、そもそも AI 何のために作るかみたいなところじゃないですか。今こう AI 取り組んでるのが医療だったり、がんをいち早く見つけるみたいな AI だったり、はい、そういう、まあ、Google の検索、あなたが求めてる情報をいち早く出すみたいな、一番あなたに合った情報を出そうと AI を使ってたりとか、あ、Google さんがね、 Google さんが、うん、で、そのどんだけ正確な答えが出せるかというのはデータをどんだけ収集できるかっていう部分になってくるんで、まあ、Google だったら検索結果をひたすら分析してるわけですよ。アナリティクスから取れる情報をひたすら分析してるわけですよ。答えは出ないですよ。答えは出ない。で、そう、奪うみたいなことを人間が設定するわけがないじゃないですか。確かにね、うん、でもなんか自分だけとかは考えてないんですかね、うん、いや俺がこれでねノーベル賞を取ってね、俺だけが儲かればいいんだ、ノーベル賞を取ろうと思うとそれ社会的に役に立つシステムじゃないと取れないじゃないですか。で、お金を稼ごうみたいな感じだと、まあビジネスモデル、あ、でもそれもビジネスモデルも人のためのビジネスモデルですもんね、うん、お金払ってくるのが人だ、人です、人ですもん、ね、そうするとどんだけ人に役に立てるシステムを作ろうかみたいな、まあうちシステム作ってたりするんで、システム作るときにこれって使いにくくないかとか、こういう情報出たら使う人喜ぶよねみたいなことをこう考えて設計するわけじゃないですか。ってなると、結局人をどんだけ幸せにできるかみたいな、まあ、なんかそこの世界だと、うん、楽しそうなんですけどね、うん、で、まあ、ただ悪用する人もいるから、
絶対に AI が人間を滅ぼさないっていう確証はない。ああ、なるほど、うん。ただその悪用する人間が悪いんですよね。人間を滅ぼすっていう AI を人が作る。ああ、そっか。そうそう。どっかの国を滅ぼす。まあ軍事利用ですよね。今でいくと。医療とかで AI 使ったりとか、人の生活を豊かにするために AI っていうものを作ってる人もいれば、兵器として AI を活用してるところもあるわけ。なんか選挙でよとかしてます？世界ですよ。選挙は。政党とか作ろうとしてる。大丈夫？なんか誰か動画で行きましたよ。何を？僕の好きな1-0 システム。はいはい。これからの世の中は、テクノロジーがどんどん入ってくる。それとうまく人間が付き合っていく必要がある。うん、なるほど、それ分かります、なんとなく的な政党を立ち寄りを、ね、日本にもそういう教会が出来上がって、で海外ではそういう政党が立ち上がったりとかしてるのか、しようとしてるのか。あ、でそれの同じ教会の日本支部みたいなのが今世界中にできてきててっていうのはありました。ここまだ支部じゃないですよね。支部じゃないです。でむしろなんかだったら新しいやつをドンってやった方がいいですよね。まあ、政党立ち上げたくないです、ね。政党じゃないにしてもなんかその今二人で言ってますけど、うん、なんかこういうのが大きくなっていくといいですよね。なんか。まあだからそういう仲間は集まったらいいかなとは思いますよね。この先、まあ世の中大きく変わっていくと思うので、そうなった時にどうしようかみたいな。どうなっていくんだろうかっていうのが、まあ、哲学みたいな答えのね、未来なんかわからない。わからない。わからないところで今からどうしたらいいのかって考えたところで、未来全然違う可能性もある。7000万必要って言ったけど、じゃあ7000万貯めようと思って7000万貯めた。20年後になった。1億円必要ですね。あ、足りないと不安になるんでしょうね、僕。ってなる可能性もあるじゃないですか。うん、で、7000万、逆もあるかもしれないですよね。もう今、大体 AI がやってくれてるんで、1000万あれば十分ですよね。確かに分からないですよね。うん、っていう、まあ分かんないけど、まあ先の備えは必要かなぐらいの感じで。で、なんか、大丈夫じゃないかなって思うんですよね。その急にふわっとしましたね、今。うんと、そう、なんていうんですかね、社会が大きく変わったときっていうのは大丈夫かなと思うんですよ。その、ま、歴史を見ると大きく変わったときってあるじゃないですか。でも確かにこの姿勢レベルでは、うん、まあ、特にご飯食べて、うん、ご飯変わった次の日も普通にご飯を食べてるんでしょうね。なので、なんか自分一人だけ会社クビになったとかの方が怖いかなと思うんですよね。7000万必要とか言って言われて、まあ、20年後とか経った時に、そんな7000万も貯金できてる人は数パーセントですよ。うん、ってなった時に、じゃあそれ以外の人みんなの大事なのかって言ったら、そんなことはないと思うんですよね。あ、でもそれで理論的に考えていくと、まあ確かにそうですね。安心材料です。うん、で世の中の例えば9割の人が7000万も持ってないってなったら、その9割の人、まあ、選挙勝ちますよね。ああ自分たちが生き残るためにこう政治も大きく変わったりとかする、社会構造もそういう人たちが生き残れるように変わったりはすると思うんですよ。もうそれこそこう働くってことのが、みんな食物作れみたいな、お金稼ぎじゃなくて食い物作れみたいなレベルになってるかもしれないじゃないですか。お金はないけど食い物はある。食い物があれば人間生きてくるじゃん。気になったか。枝違う方に来ました、ね。違う面白いです。だからまあ、そう、タイプ6の人はタイプ6です。ああ、ごめんなさい。エニアグラムで、そう、二等辺。二等辺、はい。不安が大きいですよね。タイプ6ですから。タイプ6と言われてます。タイプ6ではないか、うん、と言われてます。で、そのタイプ6っていうのは不安が大きい。でもやっぱこの自分の行動を改めて振り返ると、うん、不安に突き動かされて動いてる気がします。だからこう不安が
不安を解消しようと行動してる。そうですね、こういう本とかも全部そうですよ、うん、そうだからこう考えてない自分はダメなんじゃないかとか思ったりするんですよ。はい、はい、でしょうね、でしょうね。だけどタイプ6の人っていうのはその不安を手放していきましょうって話ですね。その不安っていうのはあなたの頭の中にしかないですよそう作り出してますからね、一生懸命。だからそこをどん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 解消していければ幸せになれるんじゃないかなって。難しい、これは難しい本当に。まあ気質どうしても欠けてるって自分の中の埋まってるんで難しいことだとは思うんですけど、でもそこを意識しながらこう不安を解消していくみたいな。カウンセリング能力はありますよ、体調ね。まあよくタイプ、僕タイプ Q と言われてる。タイプ Q、そう、適正な職業カウンセリングとか誰かあの不安な人はここ座るとね結構ふわってしたいい気持ちになる、うん、だからそんなに不安持つ必要ないですよっていう。タイムなんて合コンにしなくてもね、そうふわっていい気持ちになる。そう、タイムなんかなくても、ね、なくてもっていうところで、ところで、ところですかねどうでしょうかね、今日はこの辺で全然僕は、まあ、なんとなくうん、クリアになりました。ミッションクリア。で、哲学そういうものかなって。もうちょっと僕は読んでみますけど。あ、まあ僕の感覚で。ああ、なるほど。そんな本当に人間の質がどうのこうのっていうのは多分答えがないけど、自分なりに納得できる場所を探すみたいな。で、この話すら哲学っぽいじゃないですか。ぽい。だから堂々巡りしちゃうみたいな。で僕の中でこう考えるの好きなんで、考えた結果いつもそうやって、あ、これ考えてもあれかなみたいななるほどっていうところに行き着くみたいな。結局わからない、答えはわからないし面白いです、うん、っていう話でした。っていう話で、はい、以上でございます。以上でございます。コンプリート、コンプリート、ミッションコンプリート、クリア、コンプリートありがとうございました